こんにちは、木曜新美術館です。いよいよ今回のゲストはこの方、吉田憲司さんです。はい、どうもよろしくお願いします。吉田さんといえばですね、もうジブリでは、ね、紅の豚やもののけ姫などなど、はい、本当にもう私も今日はお会いできて光栄なんですけどもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、幼少期のなんで吉田憲司が生まれたかっていうですね、はい、この、吉田さんって肩書きは何、はい、肩書きはアニメーターでいいと思います。アニメーター、はい、一応今のところアニメーターとして名乗ってらっしゃるってことですね。そうです、アニメーター、キャラクターデザイナーって一応言ってはいます。はいはい、キャラクターデザインよりもアニメーターの方が比重が強いはずです。あ、なるほどね。はいはい、じゃあアニメーターの吉田憲司さんの、はい、まずそのこういう世界に入ったきっかけというか、はい、子供の頃ってどんな子だったんですか？多分おしゃべりだったと思います。おしゃべり、はい、今もそうですけど、はいはい、だと思いますね。あのアニメーターの方って言うとどっちかって寡黙な方が多いような気がするんですけど、はいはいはい、どっちかっておしゃべり。おしゃべりですね。しゃべります。はい、じゃあ仕事してる最中もしゃべって怒られるんですよそれで独り言みたいな。いやいやいや、あの他人巻き込むから。巻き込む、はい、あ、それはまずいかもしれないね。怒られます。はい、そしていつ、はい、まあ、ずっとちっちゃい頃から、まあ、絵が好きでって感じなんですか？そうですね、ちっちゃい頃から気がついた時には。何を描いてたんですか？何描いてたんでしょうね。あの、まあ、自分が意識的に覚えてるっていうか、意識的にこう、まあ、記憶に残ってるところですねって言ったら、そうですね、やっぱりあの、うん、やっぱこれか、やっぱあのサーキットの狼っていう、はいはいはい、あの漫画がありまして、はい、池澤聡さんの漫画があって、はい、スーパーカーブームっていうのがあったんですね。はい、ロータスヨーロッパとかそういう世界ですよね。あのあれにハマってですね、あの車の絵描いてたりとか。あ、じゃあ メカっぽい感じが男の子なんですね。そうですね、長井豪さん あのマジンガー Z とか、はい、あのぐらい、ゲッターロボとか、あのぐらいの頃、はい、ああいうのばっかり書いて、はい、そのメカップの話聞くと今の、ね、存在ってちょっと違う感じがしなくはない。はい、ね、ちょっと違うと思います ね、 ですよね。はい、当時の自分の気分とは、はいはい、それでもう小さい頃からもうこういう例えばアニメーターになりたいみたいな気持ち。そうですね、アニメーターになり、アニメーター職業自体はやっぱこうかなりアンダーグラウンドな芝居職業じゃないですか。はいはい、知られてないですよね。確かに確かに、当時特に70年代とか、まあ、ええ、多分知られてないので、はい、初めて知ったのがあのガンダム。あ、ガンダムで、はい、その本を見たら、うん、安彦さんの肩書きにそれが載ってた、はいはい、アニメーター、安彦氏が載ってたので、はいはい、あ、アニメーターって仕事あるんだ、そこで気がつく、はい、思いました。はい、なるほど、はい、でもう目指すことになるわけですね。そうです、もう決めました。はい、決めて文集に書いてます。小学校6年生の文集に書いて、はい、横にこう腕が取れたゲルググとですね、うん、ゲルググを書いてですね、腕が取れてるのかもしれないですけど腕が取れたモビルスーツを書いて、はい、それでアニメーターになるって、はい、書いた覚えがあります。それあの今までね、まあ、この出品されたアーティストの方々にいろいろ話聞いてますけど、一番早い。そうですね、ちょうどだからあれですよね、アニメ第二次アニメブームぐらいで、そのヤマトから始まってガンダムに来てる時代だったので、うんうん、そのちょうど雑誌が結構創刊されたんですよね。はい、で雑誌が創刊されて結構情報を本で結構見るような時代の、はいはい、多分世代だと思ってて、はいはいはい、その時代にその、まあ、ジブリの鈴木さんみたいな編集者の人がですね仕掛けてるんですよ。はいはい、でそのまあそうでしょうね。そうなんです。で、ある雑誌でアニメージュっていう雑誌があるんですけど、はい、そのアニメージュっていう雑誌に付録があってですね、うん、小さいこう小冊子の付録が、うんうん、それ未来少年コナンの1話の絵コンテなんですよ。なるほど、丸々なるほど、ちっちゃいやつ、うん、それがあの姉が買ってきたんですよ。うん、姉が俺お小遣いその時なかったんで、うん、姉が買ってきたやつ その小冊子だけもらってですね、うん、ずっと読んでました。めっちゃリアルな話ですね。そうなんです、だからアニメの工程の一部じゃないですか、絵、コンテって、うんうん、確かに。で安彦さんでそのアニメーターっていう仕事を知って、はい、でその宮崎さんのその絵コンテをこう見た時に、はいはい、こんな感じでやってんだっていうのをこう結構見ましたね。コナンで来ちゃうわけですね。そうです、そうです。あとは安彦さん そのガンダムの映画の時にそのレイアウト集が出たんですよ。はい、でそのレイアウト集とそのコンテをこう見ながら、それからは結構絵を描く、またいい教材を手にしてるわけですね。でいい教材作っ
った人たちが何か仕掛けてるというか仕掛けられてる感じが、うん、で乗っちゃったのかなって感じです。今お姉さんの話出ましたけど、はい、お姉さんというのはどういう存在だったんですか？関係ないですか？いや関係はありますね。姉が絵を描いてたので。あ、やっぱり先に、はい、なるほど。なのでその僕はどっちかというとその小さい頃に例えばキャンディーみたいな、あれの絵を描いてました。絵を描いたりとかしましたよ。それ分かる。その話聞くと、あ、吉田さん、はい、そういうね、はいはい、お姉さんの影響を受けてキャンディー通って、はいはい、来てるみたいな。はいはい、あの実はその少年漫画よりも少女漫画の方を先に読んでる。はい、なるほどね、はい、です。割とそういう方多いかもしれないですね。アニメーターの方って、ね、キャラクターをそうです、ね、デザインする方ってやっぱり女の子の仕草とかっていうところってすごく微妙な、はい、その人のセンスがすごく出るみたいなところがあるんで。繊細ですよ ね。やっぱりとか繊細なところをこうなんか表現してる感じが、はいはい、多分あの面白いなって思ってたんだと思います、はい、で同時にその、ね、さっきのそのサーキットの神じゃないですけど、はい、そういうものもこう同時にこう読んでる感じでしたね、はい。まあ、決めてたもんですから、うん、まあ、大学に入るようなあの頭は持ってなかったので、その専門学校に入って、はい、東京デザイナー学院っていう、はいはい、あの水道橋の専門学校に入ったんですけど、はい、まあ、それがその講師がその森安さんとかがいるっていう話だったので、はい、東映の、ね、はい、森安さんが、はい、なんかちょっと知ってるっていう話だったので、はい、専門性豊かな方がいっぱいいらっしゃったわけですね。まあ、まあ宮崎さんがのはもうその時かなり有名になってたので、はいはい、そのフィルモグラフィーというか、経歴見てみると、当然すぐ森保さんに入るわけですよ、はいはい、だからまあちょっと基本みたいな人だから、はいはい、一回ちょっと教わってみたいなって、教わりたいなと思って入ったんですよ。でどうだったんですかそれは。いや森さん良かったですよ。あ、そうですか、はい、なんか強烈な思い出なんかないんですか。いや、森さんはその週末の特集授業って言って、うんうん、その土曜日にこう特集授業があるんですよ。いいですね、それ。はい、でその時の講師なんですね、うん、で森さんと実は小田部さんだったんですよ、うん、おで僕は森さんのコースを選んで、僕の友達はのその僕どっちでもいいような気がする。いや、そうそう、迷ったんですよ、うん、迷ったんですけど、ね、僕はね、もう両巨匠が、そう、どっち、うん、当時は森さんがいいなと思って、ね、はいはい、でまあ、森さんに習ってたんですけど、そのネズミの飛行機っていう課題があったんですね、はい、ネズミの飛行機がこうあのネズミがね、可愛いネズミが乗った小さな飛行機がピューンってこうあの宙返りするっていうようなのをこう課題でもらって、いい課題、そういうのを、まあ、みんなに書かせるんですよ、はい、でその時にこうどういうふうにしてもいいって言われたんです、うんうん、どういうふうにしてもいいって言われたので、その、奥からこう縦構造、あ、縦構造にしたんですよ、はい、で奥からこうやってきて、こうあのぐーんと手前をこう旋回して回って、はい、その旋回するときにあのいわゆるそのカメラワークつけたんです、はい、後ろ側に一応簡単な背景描いて、それをブワーンとこう、はい、あの動画で送って、そのカメラワークつけて、はい、ビューンってこう登っていって、また戻っていって、その時にこう煙幕を出してですね、ブワーってこう煙出しながらこうアウトしていくっていう風に描いたんです、はい、それこんな分厚いやつだったんですけど、はい、それをこう書いて出した時にその森さんに褒められたんですよ。でその褒められたっていうか、まあ、返してもらうんですけど、うん、その返してもらう時にこれは僕が欲しいですって言われたんですよ。もう最高の褒められて、わーとか思ってですね、言われたよみたいな話で、まあ、それでちょっと自信持ってっていう形ですよね。すごい、はあ、ありがたい。もうそこで才能が開花、ある意味自覚した感じですね。そうです。でもね、ちゃんとあのいやすごく良かったから僕が欲しいくらいですとかって言われた後に、うん、そのでもねって言って、はい、あのここの煙の流れはこうはならないでしょって言われました。でもそれはね、まあ、すいませんみたいな、そうそうそう、なるほどね、そうなんです、ちゃんとそういうふうに言われました、ね、はい、それもご自身聞いて、はい、思いましたね。で、なるほど、ありがな、まあ、自信をつけさせてもらった形ですね、はい、毎週その実は担任がいたんですよ、うん、2年目 そのクラスで担任がいて、うん、担任が奥山玲子さんっていう人で、はいはい、その NHK のね、はい、あの朝ドラの主人公のモデルになった人です、ねはい、奥山さんの担任だったんですか。担任です。だから授業を受けてたんです。あ、めっちゃすごいじゃないですか、だから2年目から動画の授業になって、はい、1年目はいろいろ例えばグラフィックデザイン系 の授業も受けるんですけど、はい、2年目だったら完全に動画の授業になって、うんうん、でその時の先生が
まあ、担任ですかね、うんうん、が、まあ、奥山さんで、へー、でその奥山さんに根掘り葉掘り、あの時はどうだったんだ、うん、この時はどうだったんだって話をずっと聞いてました。ちょうど一番大事なその学べる、ね、はい、時にいい環境にいちゃったわけですよね。そうなんです。だから僕の中ではその東映の先輩たちじゃないですか、うん、で東映のしかも東映動画のかなり、はい、あのですよね、初期の頃の先輩たちじゃないですか、はい、でそういう人たちの話を聞きながら、例えばその時の例えばアキラだったりとかですね、うんうん、なんかその時こう最先端だなって思ってるような表現とかいうのを同時にこう見ながら、うん、なんかこうすごい比較したくて、うん、こうあの歴史を遡るみたいにこう、ね、こう前後しながら、はい、考えてたんです、僕は、はい、結構いろいろ深く考えてものをされるタイプですね。そうですね、あの影響を受けた人がいると、うん、その人の前を調べたくなるんですよ。なるほど、 どこに影響を受けたのかとかっていうのはすごく気になるタイプたちですね、はい。アニメの方ってやっぱり観察力が全てのような気がするんですけど、やっぱりそういう意味でも、まあ、いろんなことを観察したいっていうのがある感じですね、はいはいはい、そうですね、うん、特にまあその時はそうですね、観察ですかね。あとはなんか自分が頭の中でこう思い描いたその例えば人間にしても何にしてもですけど、うん、その背景、まあ、風景、情景にしてもこういう風景描きたい、こういう情景描きたいなって、こういう絵が描きたいな、情景が描きたいなって思っても、うん、その真っ白な状態からってなかなか描けないじゃないですか、はいはい、でも比較的そのなんていうんですかね、こう記憶にすごく毎日経験しているようなことって描きやすいですよね、うんうん、学校に行くとかってあったら描きやすいわけですよ、はいはいはい、で学校に行く途中の風景とかもなんとなく覚えているものは描きやすくなってくるんですよ、ね、でそれを今度は空間的にこうさらにある程度その絵的な技術を持ってこう整合性を持って描けるかどうかっていう時にやっぱり描けないんですよね、うん、で描けないから仕方がないからもう勉強するしかないじゃないですか、うんうん、だからそれを自分の頭の中 その情景を描き出すためにその何ていうんですかね、絵を描いてたっていう感じですね、うん、でそれが訓練になると思ってやってたっていう形ですかね、はいはい、かだから、まあ、ただこうなんとなく描いててもいろんな風景思いつかないので、うん、もうつまんなくても漫画っぽくしてたんですよ、うん、漫画を描いてたんですよ、うんうん、で漫画にしてその漫画の中でこういう絵が描きたい、こういうコマ物語だからこういうふうにキャラクターを動かしたいとか、うんうん、その背景風景を描きたいとかっていうのが欲求が出るじゃないですか、うんうん、そうすると大体描けないんで、その都度なんとかクリアしていくっていうのをいっぱい描けばもうちょっと上手くなるだろうって思って学生の時はやってました。すごい作家さんというか、まあ、大友克洋さんだったりとか、うんうん、まあ、宮崎さんとかなんかもそうですけど、もうが描く絵を見るとどうやったらこういうふうに描けるんだろうって普通に思うじゃないですか、うんうん、やっぱああいうふうに描けるようになりたいって思うからそうなっていくっていう感じですかね、はいはい、もうそこまで意識が高まってる感じですね、まあ、もう専門学校はもうこっち出てきてますから、うん、なるほどね、田舎から出てきてるんで、はい、勢いがついているわけですね、そうですね、はい、でまあ、学校からプロへということ で、はい、最初の仕事っていうのは何だったんですか、はい、最初の仕事は思い出ポロポロっていうやつの、あ、めちゃめちゃ、はい、すごいところから入っちゃってます、ね、動画ですね、はい、はいはい、学生の時にたまたまそのジブリが試験を初めて試験で人を取るっていうことがあったので、はいはい、ちょっと試しに受けてみるかみたいな感じで、試しなんですか、やっぱ受かんなかったらやっぱ別のところに潜り込もうと思ってたので、はい、なるほど、はい、そんなにでも入ろうっていう気持ちはあったわけですか、でも当時はちょうど魔女の宅急便の公開している頃で、うん、アキラが前の年で、もうめちゃめちゃいい時じゃないですか、そうですね、パトレーバーとかね、うん、やった頃ですね、うん、だからあの頃にその自分自身はあの魔女の宅急便の画面の完成度がすごくやっぱ一番よく見えてたんですよ、自分には。はいはい、でそのいろんなところ、まあ、色がすごく良かった、まあ、色もすごくいいですし、ね、アニメーションの実はその何て言うんですかね、アニメーターさんたちの その動かし方とかも、はい、魔女宅急便が結構好きで、あれが多分ジブリっていうか、まあ、ジブリで一番いいと思うんですけど、自分の中では、はい、その一番この動かし方がいいっていうそのどっかなんかちょっと
印象的なあの辺みんな多分共通認識あると思うんですけど、みんなこの辺だろうと思うんですけど、ね、いや僕はあの最初に主人公のキキが旅に出て、はいはいはい、あの電車の中に、はいはい、列車に潜り込む貨物列車に、はいはい、牛のね、あの貨物列車に乗り込んで、はいはい、で次の日朝を迎えて、うん、でこう旅立つ、あのコリコの街が出てきて、はいはい、海が見えて旅立ってって、でカモメの間をこう行きながらマシンと渡すっていうところあるじゃないですか。あります。あそこが大好きで確かに、ね、あそこが大好き で、うん、あそこが大好きなんですけど、まあその後知るんですけど、うん、そのあそこは井上俊之さんという人で、うん、あのさんはまあその、あの地球外少年ショートのメインアニメーターをやった方で、はいはいはい、井上さんのところが一番好きなんですよ。あ、なるほど。行々しく言うとこんなにちゃんときれいに描けるんだっていう、その、うん、絵で描いたことでこんだけ綺麗に描けるんだっていう衝撃はすごく衝撃的で、なんかそれはもうその頃にはあのその全部込みというか、全部込みでやっぱり描きたいっていう感じにはなってましたよね、はい。あの独立されてからエウレカセブンとか作ってらっしゃいますけど、はいはい、そういうシーンとかは結構イメージしたりなんか、異世界なんだけど、そのまあ、特にまあエルカなんかは割と若い中高生ぐらいに向けて作ったところがあると思うので、はいはい、それに関してはそのみんなの日常性みたいなものから離れないようにその描写も、はい、その絵の描き方も、はい、まあ、絵の描き方というか、まあ、画面の作り方というか、そういうのもその見てる人がこう全く違う場所を見てるっていうよりはなんか自分の地続き感で見てるっていう、けどよくよく見ると違うところっていう、はい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 、違う世界っていうようなのはそういう世界です、はい、まあ、それは作ろうとは思ってましたね。吉田さんがそう言われると本当に、はい、ああ そんな感じだなって、それはもう監督もみんな、ね、それはみんなそういうふうにやろうっていうふうに、はい、特にこんな風にここ気に入ってんだよなっていうのとこってよくないですかもうだいぶ年取りましたけど、当時30の半ばぐらいで、うん、その1回だけそのアスリートでいうとこのこうゾーンみたいなものに入ったのは1回だけ、はいはい、自分ではあれがそうかなみたいな、はい、もう無意識のうちにできてしまうというあのゾーンですよね。そうですね、なんか死んだけど乗って、ちょっと違うところに入るみたいなのはありますね、うんうん、なんか、はい、原画として一枚一枚描いていくんですけど、うん、その描いていく次に描かなきゃいけない絵がもう見えてて、はい、それで見えてるもんだから描きながらもう次の絵描きたくて早く描きたくてしょうがなかったっていう、うん、でそれでその1枚目からその最後まで行った時にそのカットの尺というかカットの秒数、うん、そのコマ数、うん、バッチリぴったりっていうになったっていうようなのが何カットかこう続いて、うん、でしかもまあそのかなり追い込まれた時に描いたので、はいはい、まあ、あのやっぱり一晩でそう描いたみたいな感じだったんですけど、それの時にその次の絵が見えてるっていう経験は、いや1回しかないんですよ。あ、そうなんですか。はい、この1回しかないです。次の絵が見えてて、うん、早く描きたいって思ってた、はい、思いながら描いてるっていうのはこの1回だけです、うん、そしたらぴったりだったと。そうですね、ぴったりだった。すごい、まあ、体の中にね時間軸独自な時間軸があるんでしょうけど、はい、それにしてもそういうね次の絵が見えたっていう、そうですね、この何ですか、はい、そういうのが1回しかない1回しかないですね、はい。ただ本来はアニメーターの仕事っていうのはこうゾーンとかに頼らないで、はい、そのあのゾーンとかに頼らないでちゃんとこう積み重ねて、うん、こうなる、こうな、こういうふうに描いたらこうなるよねとか、こういうふうに描いたからこうなったっていうのを試しの部分っていうのはこう半々で、そのあとはその覚えたそのやり方っていうのをこうどれだけ組み合わせてうまく使ってっていう部分もすごくやっぱり仕事なんで要求されるんですよ。だから僕全然それができなくて、だから毎回いろんな人に迷惑かけるっていう、はしょるとこはしょってやるとけやってみたいな。そうです、だからゾーンに入ったみたいなこと言うとすごくかっこいいんですけど、あの待ってても入ってくれないんでゾーンには。だから結局やっぱりそのゾーンに入るとかそういうのを頼らないで、本来はちゃんと積み重ねていくっていうのが一番いいんだとは思いますね。さっき言ったその井上さんという方は、はい、
まさにそれの、それのこう一番すごい版みたいな。なるほど。普通アニメーターの方ってそうなんじゃないですか、はい、そうゾーンを経験したことが一度もなくて、その中でもう唯一ゾーンを経験した人かもしれない。多分ね、経験している人いっぱいいると思いますよ。聞いたことありますか？いや、多分 あると思います。そうなんですか、ええ、それがコントロールできる人っていうのはなかなかいないのかなって気はしますけ ど、ね、状態的にゾーンっぽい人はちょっといますよね。僕、宮崎さんそうかなって気がしましたけど ね、状態的にっていうか、まあ普段からなんか割とゾーンっぽいなっていう。あんまり宮崎さんは、まあ、あまり接点ないんですけど、はい、そんな感じですよね。まあ、ちょっとしたらそうかな。いやいや、ご本人はそんな風には思ってないと、はい、普通に生活してらっしゃるかと思いますけど。なるほど、はい、あの人たち その持ってる時間っていうんですか、ね、持ってる時間が、まあ、僕の感覚から言ったら持ち時間が多いとしか思えないっていうような人いますよ。なるほど、まあでこれ。それはね、信じられないぐらいの感じです。うんうん、で、そういう人を見てるので、うん、自分が当然そうじゃないとは思ってるんですよ。はい、今宮崎さんのお話出たからちょっと伺いたいんですけど、はい、監督としての宮崎さんは吉田さんにとってどんな感じなんですか？やりやすい、やりにくい。いや、どうなんでしょうね。まあ、いろんな監督と仕事してらっしゃる。いや、特に若い時にその教わりながらやったので、はい、そういう意味ではその、まあ、やりにくいとは言えないいやいや、なんだろうな、その自分にとってはちょっとやりやすい方だったとは思いますね。はい、はい、だとは思います。いや、何にせよその宮田さんの場合だとこうやりたい世界がはっきり、うんうんうん、絵コンテの段階からはっきりなんか見えてはいるじゃないですか、はいはい、かなり上手な絵で見えてるので、はいはいはい、それに向かっていきながらちょっと自分でアレンジを足したりとかっていう、うん、そういう仕事の仕方になります、ね、うん、はい、でそれが当たるとすげえ、まあ、いいって言われたりもするんですけど、はいはい、当たらないとこう全部捨てられるみたいな感じの、だから分かりやすい、うん、だからダメだった時にはこう段ボールの中にバーンって全部捨てられるみたいな、ホッチキスでバッバーンドバッてやるとバーンなんです、ね、ホッチキスでダシバシうわバーンって捨てられました。ああ、そうなんですか。うわ、捨てられたみたいな。そんな経験は何度も。最初のうちは特に。ああ、はい、なるほどね。はい、逆にその自分でどうしていかなきゃいけないっていう、こう考えなきゃいけない、自分でどうすればいいかっていうふうに考えなきゃいけない仕事の方が難しいとは思います。だからフリーになってからの方が難しい面が多かったと思います。はい、でもそこで宮崎さんの持ってるその動きの間合いとかそういうことを学んで吸収したり。してないですね。してない。してないと思いますね。間合いとかは全然吸収できてないですね。あ、そうですか。絵をこう情景っていうか、まあ、空間を作る時のその空間の取り方みたいなのはちょっともらったかなって気がします。はい、自分の中では。最新作の地球外少年少女の話は、はい、そうですね。地球外少年少女は監督の磯光雄さんが、はい、その電脳コイルっていう作品をやってた時にですね、はい、その時にこう見てて面白いなって思いながら見てて、はいはい、でも自分がキャラクターを描いたらどんな感じに見えたんだろうな、うん、電脳コイルはってその時に思ったんですよ。あ、なので磯さんと仕事してみたいなってちょっと思ってたんですね。そしたらちょうどそういう機会が来たので、あ、じゃあ試してみようと思って、それでそのま、なんていうんですかね、電脳コイルはその架空の町が舞台でしたけども、その今回の地球外少年少女はその架空のいわゆる宇宙のステーションが舞台、はいはい、宇宙居住区が舞台っていう形になるわけですね。そこでその監督が得意なちょっとこうした日常性というか、はいはい、ありそうな空間っていうかを、あそこに置き換えたらどんな日常性をあの中で書いてくれるのかなって思って、ちょっと楽しみにしていつつ、はい、キャラクター的にもう少し色をつけたいっていう、ほう、はい、色というかもうちょっとこう色素を強くしたいっていう感じがあったんですね。なので監督にそれをちょっと投げてみるっていう仕事をやりたくて、でそれをやったっていう形で、やってみたらすごい監督とその色素の部分でこう押されつつ、あ、そうなんですか、のゲームをせめぎ合いがあるやることになる、はい、でもどっかで、まあ、どっかで落ち着けて監督が妥協したり僕が妥協したりってこうしながらこう面白いですね。それでようやくああいう画面になった
させていただいてですね、はいはい、大半はそのイメージの大半はもうある地球外少年少女に関してはもう磯田監督のイメージ がもう全てですね、はいはい、もうガジェット一つとっても、うん、その日常性の一つとってもそうですし、うん、こういうお肉のスーツ一つとってももう吸ったもんだしながら一応デザインはさせてもらったんですけどあ、そうなんですか、はい、一応このスーツに関しては自分がデザインしたんですけど、はい、いいですね。そうですね、なんか、うん、宇宙服ってこうなった時に、はい、こうやっぱりこう皆さん連想する作品がいくつかあると思うし、自分が経験してきた作品もそういうのがたくさんあるんですけど、うん、まあ、そこからちゃんとカジュアルになってます。外して描けって言われて、はい、お肉のカジュアルです、はい、そこはもう禁止だみたいなこと言われて、はい、外して描くっていうことをやったので、はいはい、そのだとしたらこれだなと、これですね、パーカー、自分が今着てるようなこう、うん、だとしたらこれだと、はい、思って描いたのがこの宇宙服なんですよね。でそういうことを一応やってはいるので、ちょっと先のもしかしたらあるかもしれない未来の話にはなっていると思うんですよね。先の意味は割とちょっと このこういうちょっと先の未来 の SF っていうのは、うん、ちょっと避けがちなので、うんうん、やりましょうよっていう話で、うん、やりたいですねって言ってやった作品ですね。素晴らしいです。はい、はい、なんでまあ、これを今の例えば小学生みたいな子が見たときに内容が細かくはよく分からなかったとしても、うん、なんかこうちょっと頭の片隅にこれが残ってると、うん、知らないうちにその人たちは地球外の影響を受けて動いてたりとかする可能性があるので、うん、そういうのを狙ってるという。いや、伊豆さん、ね、洞察力があるから未来をね結構鋭く描く、そうだと思いますね、人ですよね。僕もすごく念の声でももう NHK だったんで全部、はい、読破してますけど、はい、やっぱりかなりいいと思いますね。そうだと思いますね、はい、だからなんか10年後ぐらいにそのなんとなくこうフィットすればいいなと思いますし、うんうん、これをとりあえずその監督とも話してたんですけど、これをとりあえずその世の中に出すっていうことで、はい、そのまあ、監督とよく話したのが種まきですかね、うん、はい、今大ヒットするとかそういうことではなくて、うんうんうん、ちょっとこう種まいて、はい、おそらく自分たちが年取るまで、うん、多分回収には立ち会えないだろうって話はしてたんですよ、うんうん、これ本当にそう言いながらやってましたね、はいはい。まあ、当然画家ではないですし、その実はイラストレーターっていうふうに紹介されることもありますけど、はい、別にそんなにイラストの仕事で食ってるわけでもないですし、単純に言うと一番自分が仕事として肩書き何かって言われたらやっぱアニメーターっていう肩書きなんですね、はい、で今やってることって全部アニメーターとして仕事を始めたんだけど、そこから その延長線上拡張領域というか、どんどん自分なりに何ができるかっていうのを拡張してるうちにこういう仕事も出てきたっていうことなんですね。だからそういう質疑なもんですから、その例えばもともとそのキャンバスに油絵を描いたりとかっていう経験は全くないんですし、うん、絵描きを目指す人間としてその絵を描いてこうキャンバスに描いてっていう経験が全くないんですよ、はい、もう動画用紙なんですよ、はい、最初から、はいはい、でもそれとかコピー用紙とか、ね、うん、そんなんなんですよね、はい、だからあまり気取ってもしょうがないなと逆に思って、自分としてはその自分がその空間を作るっていうその時に何を使うかって言ったらやっぱり線を使うんですよね、うん、でその線を使いな、線を薄く描いたり、うん、太く描いたり強く描いたり、そういう、こう強弱とかっていうのが実際にその絵になっていくわけです、はいはい、で実は線一本引くことが実は絵になっているっていう、うん、そっち方向から来てる気がするので、なのであんまり余計な色とか塗らないで、うん、その線の方を強調して描いている、うん、しかも今回はデジタル展示っていうことだったので、うん、だったら鉛筆画ではなくて、うん、逆に本当に吊るしのデジタルツールで描いたっていう感じです、うん、だからドットとかもバキバキっとこう見えてるような絵なんですね、うん、でそれが作品としてその堂々としたものかって言われたらそれは分からないんですけど、今回はその結構
試すっていう機会だったんだろうって思うので、ちょっとそれをやらせてもらったという、うん、これまで歴史的にアートの文脈がずっとあって、はい、それでこのクリプトアートが出てきてね、はい、このアートの文脈がもう本当に180度変わってるような気がするんですけど、うん、まさに吉田健一の時代が来たいやと僕は思うんですけど、ご本人はどうなんですか？まあ、思ってないですね。思ってない。僕の時代は終わったと思ってます。いやいや何をおっしゃいますか？いや、別に自分卑下して言うわけじゃないですけど、はい、今自分が やるべきことみたいなものがちょうどこう、迷いに入ったというか、うんうんうん、何をしていいかが逆に分からなくなってきたっていう時代に入ったのかな、うん、自分にとっては。うんうんまあ、なので、逆にこれが何になるのか分からなかったけども、そういう仕事が来るっていうことは何かやれってことなんだろうと思って、おっしゃる通り、はい、それで何かやれって言って、じゃあ新しいことやるかって言われた時に、うん、今自分にできる繊細なことをやろうって思って書いたのがこれなんですね、うんうん、そうですね、はい、本当になんかもう時代は変わっている感じはするんですけど、これ書かれる時っていうのは、はい、もう動きっていうのももう見えちゃってるんですよね、きっとね。動いちゃってるんじゃないですか。あ、動きっていうよりもなんとなくこう空気感というか、うん、はい、そこに入れそうな感じというか、うん、いう感じは残したいなと思ってて、はい、なんかその絵を拝見してると、はい、なんかこの子はもう自由にね、この世界に生きてて、はい、それをねスチール写真でパシッと撮ったような、はい、なんか感じがするんですよね。そうですね、うん、はいはい、今回、まあ、都市っていうのが、まあ、そうですね、都市でしたね、テーマであると思うんですけど、はい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 、こう都市っていうのは意識されたんですか？都市を忘れようと思って、逆にその都市から忘れられた、都市になれなかった場所を書いた、はい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 、どっちかっていうとそっちを書いたっていう形です、はい、何かどうも自分にはその都市の未来みたいなのものがあんまり見えなかったんですね。でその都市部の生活とかで自分は生活してきた人間だとは思うので、田舎の人間では決してないのかなっていう、そうですね、じいさんばあさん家に行くと自分の方がなんかやっぱり都会もんみたいな感じだったので、田舎の人間ではないんですけど、でもなんか中途半端な年と言いましょうか、はい、なんかそういうところってほっとくと多分なくなっていくような気はするんですね、うんうんうん、でなんかそういう意味ではこう都市の、 こうあの未来っていうふうにこうやっていった時に、自分の中ではなんかこうこういう場所があってほしいっていう気分で書いた感じですね。いろんな物語を経験してこられてね、はい、まあ、それも絵として描いてこられて、で、まあ、この風景って、はい、なんかねすごくみんなが持ってる共通のなんか情景というか、そうですね、はい、同景みたいな感じがね、はい、すごくこれ見た時受けたんですよ、はい、で、ああここを知ってるかもみたいな、かもみたいな、うん、そうそういう感じです、そういう感じですよねそういう感じです、うん、だから、はい、固有性のあるものって一つもないんだけど、はい、なんかああこういう世界ってあるよ ね、 そうですね、みたいな、はい、そうなんです、うん、そういうのが好きなんですよ。その僕はオートバイとかも好きなんですけど、ね、オートバイもそのあのバイク描いてくれ、あのなんていう車種のバイクを描けって言わ、うん、描いてくれって言われても描けないんです、はい、あんま描けないんですよ、はい、だけどバイク描いてくれって言われたら描けるんですよ。自分のこの思い出の中にあるみたいな、そうです、そうです。でなんか車描いてくれって言われたらあの車種じゃなくて車だったら描けるんですよ。でなんとなく、はい、で駅とかだったら、うん、あの駅描いてくれじゃなくて、なんとなくなんとなくみんなの中にある駅みたいな、駅っぽいものみたいな。それのプロ中のプロじゃないですか。いやいや、なんかそういうっぽいもの、いや単純にこう細かく描くのが苦手だから、そのっぽいものでごまかすだけなんですけど、うん、でもそのっぽいもの結構大事だなとは思ってはいましたね。いや、大事だと思いますね。はい。はい、そうですね、だからすごく詳しいその線路マニアの方だったりとか、うん、そういう人たちが見るとなんじゃこりゃっていうような感じはあるかもしれないんですけど、うん、でもまあなんとなくわかるっていう感じのもので、うん、をどんどん描いていく、今までも割とそういう感じで描いてたので、うん、そういうふうに描けたらなとは思います。今回初ですか、はい、NFT は初めてですね、はい、いかがですか。実は実態よく分かってない、うん、よく分かってないんですよ、うん、自分たちにとっていいものなのか悪いものなのかもさっぱりまだ分かんないっていう状況ではあります、はい、ただ僕の仕事柄、はい、自分の著作物を持ってないので、はいはい、そういう意味ではこういうやり方もあるのかっていう気はしましたね。で、同時にその
自分の仕事と同じ仕事をしている人たちもちょっと参入できる可能性はあるなとはちょっと思いました。その特に今回僕は1枚絵を描いたんですけど、本当は多分動画を描くべきだったと思ってるんですけど、で動画を描いて、いやそれは他の人がやれって、他の上手な人いるんで本当はみんなやれと思ってるんですけど、動画を描いてですね、動画をバラで売り合いのにってこと思ってるんですよ、全部権利つけて、でこうその動画をバラで持ってる人たちがこう一斉にこうウェブ上でですね、一斉ドンってやるとバーって動くみたいなことをやればいいのにってちょっと思って、誰かやれって ここで言っちゃっていいんですか。言っちゃっていいと思いますよ。大丈夫ですか。みんなやんなよって話なんですけど、やっちゃおうかな。そうそうそう、いや僕そうそう、うん、僕はなんか逆に最近動画描くのが面倒くさくなってきたんで、あれなんですけど、いやすごいアニメーターの子たちっていうのはやっぱり動かすのがすごく得意なので、でテーマとかそのなんだろう、物語とかっていうのは動かしたらなんか出てきちゃうんで、どうやっても出てきちゃうんで、それが面白かろうがつまらなかろうがそれは関係ないかもしれないって NFT の世界ではちょっと思いましたね。だから俺はこれが好きなんだって面白いだろうみたいなものを一回動画でバーって書いて、それをバババって売り合いにってちょっと思ったりはしましたね。森本さんなんか超得意だと思いますけどね。森本さんも好きなんですよ ね、 ね、森本さんにエフェクトをバーって書かされたらもう書かれたらもうかならないじゃないですか。確かにそれでバラで売ってもいいのかなって、何百枚と何百枚と権利が発生するみたいな。それ本人に売ったらね、やる気満々ですよ。ああでもなんか俺この間ミーティングでちょろっと言った覚えがあるんですけど、そうです、はい、はい、こういうことができるのかっていう、うん、まあいろんな可能性があるということで、そういう意味でもね、結局それを買う人の価値観だと思うんですよね、はい、うん、それをいくらで買うかっていうのは分からないですけど、自分の絵なんかそのアートじゃないしとかっていう問題じゃないんだなっていう、自分が何かを表現したときに、それに対して何かお前のいいねって言ってお金を出してくれるっていう場合が、お金っていうか評価をしてくれるっていう場合があるんだなっていうのは、アートの中、アートっていうかこう絵の中には感じるんですよね。だから割と臆せずにこう特に僕らの仲間というかアニメーターの人たちとかっていうのは、割と臆せずに何でもやってみたらいいんじゃないかっていう気は最近はしてましたね。そうですね、はい、ファンっていうかアートを欲しい人たちって、そのキャンバスとか絵の具とかそういう関係じゃなくて、そうです、ね、このものとそのアーチと作家と の、 この関わり合いっていうか、そういうことをですね、そうですね、コミュニケーション欲しいんですよね、はい、だからコミュニケーションっていうのは当然お金の世界でもないっていうか、コミュニケーションの世界なので、すごく余裕を持った方もそうですし、余裕を持ってない方にも多分売れると思う、売れるというか渡せるというか気はしますね。そうですね、はい、なんかだからそれは果たしてその NFT っていう世界が本当に投機的な世界というか、投機的な世界になっていったらいずれ弾けるだろうという気はします。そうですね、はい、でその、まあ、流れとしては落ち着いていくと、まあ、今ちょっと投機的なムードもありますの で、 です、ね、ちょっとバブってる雰囲気もなきにしもあるんですが、はいはい、まあ徐々にね、そうですね、それで、ある程度その落ち着いたところで結構なんですかね、みんなにとってこう結構幸せな取引がたくさんできるといいなとは思います、ね、はいはい、いいですね、幸せな取引、はい、そうですね、できればみんな幸せになりたい、ね、と思いますね。思いをちょっとですね、そうですね、語っていただけると喜ぶな、みんな。そうですね、アニメーターっていう仕事に入りたいっていう意味でそういうふうに思ってくれるっていうんであれば、はい、いろんな日常的にその目で見えるものも当然たくさん見た方がいいですし、はい、それと自分がせっかく描いてる絵っていう世界をとにかく 何につけてもつなげちゃうっていうことは癖につけられたらすごく武器になるとは思いますね。それはまあ僕が仕事を始めてからすごく そういうことに対して意識的に なった部分はあったので、もっと前からやっとけば、そうやっとけば、うん、もっとすげえんじゃねえみたいな、いい話チェックチェック、はい、ということですかね。なるほどね、はい、
なんか吉田さんをこうやってね、はい、まあ、今日初めてお会いしたんですけど、この拝見してるとすごく楽しそうじゃないですか。まあ辛いこともたくさんあられるのかもしれないけどはい、はい、すごく明るくて楽しそうなんで、はいはい、なんかあのいい職業についてらっしゃるなっていう感じが率直にしたんで、はい、きっと画面を見てる人たちもきっとそういう印象を受けたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そうですね、はい、まあ、あの楽しいことはたくさんありますよ、その職業としても、はいはい、最後に夢とか。夢ですか、はい、もうちょっと映画うまくなりたいですね、はい、夢というか、それしかやることがないんですよね、うん、いやでもいい話ですね。でもちょっとね、こう滞ってるので、まだ言うかって感じですけど、滞ってるので、はい、まだちょっと勉強しなさいとまずいなと、そうなんですか、思ってます、はい、目指すとこは山は高いわけですね。そうですね、でなんかあの別に北斎じゃないですけど、はい、なんかこう死ぬ前に、ね、なんか俺ちょっと映画描けるようになってきたなって言ったでしょ、あの人確か北斎でいいじゃないですか。いやいや北斎はちょっと、北斎はダメですよ。北斎はもう異常ですから荒い能者ですよまあ特別だと思いますけど、はい、でもなんかまあ北斎さんもそこまで興味を失わなかったっていうのがすごいので、ね、いやちょっとやっぱり興味を失いかける瞬間もあるので、はいはい、やっぱりできればそうですね、夢ってわけじゃないですけど最後まで興味持てたらいいですね、自分が絵を描いてる、はい、描くことに、もう根っからの絵描きと、ね、最後死ぬ時にね、はい、ああ、俺は絵描き、一応絵描きだったなって思えればいいなみたいな素敵なこと感じでした。すいません、ありがとうございます、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい。